スポーツのからさまでございます。皆さん、水曜日になりました。今日は超競技でしたね。日曜日の行われるチャンピオンズカップの馬体診断いきたいと思います。史上馬体診断です。イクイナックス強かった。はい、さあどんどんいきます。雰囲気違います。泊まりで仕事に来ております。今日は三重県の、少年院の方に行ってまいりまして、明日名古屋で、ゴルフのお正月番組のロケがございます。年末になってね、忙しくなってまいりました。チャチャチャと行きたいと思います。まあ、今回の、まあ、メンバー枠展開次第、スタート次第で変わると思います。さあまずこの4頭です。レモンポップ、どうなんだ、セラフィックコール、そしてクラウンプライド、そしてヒンバ、アイコンテーラー。はい、このまず4頭のこっち側からいきたいと思います。レモンポップ、はい、距離が長いんじゃないかなと思われてますが、まあ馬体はちょっと背中反って、お尻の方が高くて前足が短いね、雰囲気なんですけども、スピードかなりあります。馬体の雰囲気としてはもうできておりますね。4つのコーナー、そして距離がどうなのかっていうね、陣営は言ってますが、チャレンジする精神が僕は好きなのでいいなと思っております。うっすらと銭形は出てますね。はい、はい、さあそのまあ専用がベストだと言われているレモンポップなんですけどもね、ベブラリ強かったですし、南部杯も強かったです。さあこちらセラフィコート、無傷の5連勝3歳馬、ゆったりしてますよね、作りがね、なんかね、最後すごい足できますよね。なんか馬に余裕が、体が太くて余裕があるとかじゃなくて、なんか柔軟性がある、パワフルさがありますよね。友の太さ、輝き、胸前とね、こうやって見るとやっぱちょっと違いますよね。いや、いいですよ。3歳馬がね、馬券に絡んできた歴史はありますが、はい、さあこのセラフィックコールの馬体から、これいいですよ、クランプライト、かっこいいですね。いいですねこれね、雰囲気いいですね。さあそしてアイコンテーラーちょっと加減になってますが、はい、こんな感じです。うっすらちょっと見づらいですよね。うっすらとダートにしてからね、ダート適性があるっていうのがね、ちょっと面白い存在になってきてるんじゃないでしょうか。影で見づらいですけども、うっすらと銭形出ております。はい、シルエットで、これはいいな、ちょっと、さあ続きまして、この4頭、テオ・ケインズ、名称ハリオ、グロリア・ムンディ、ハギノ・アレグリアス。はい、テオ・ケインズは一昨年のチャンピオンですね。はい、どうでしょう、今回が引退と言われてますので、どこまで作ってくるのかね、守護馬になるみたいですからね、いいですよね、輝きもね、筋肉の張りも、ちょっとやっぱ年齢を重ねてずぶくなってきてるのかな、すっきりしてる感じはしますよね。はい、そして名称ハリオ、ちょっと力んでる感じしますよね、おっぽをこうやって立てて、ちょっとキュッて首も上げちゃってます。このぐらいの時の方がね、まだ良かったんじゃないかななんて思ったりしますけど、こういう感じです。ずーっとね、前から光が当たってるのでちょっとね、見づらい部分もありますけども、まあ、前走多い、JBC クラシックでしたっけ、あれ多い砂を変えたんですよね、砂を変えて、前走多いで、JBC の時に走った馬たちは砂が変わったんですよね。オーストラリアかなんかの砂になって、白くなって深くなって重くなったと、っていうので前残りだったりしたんですよね。だから後ろからいい足で上がってきた馬が今回狙い目かななんて思ったりしますけども、いや、やっぱダート馬だからいいな。そしてグロリアムンディ、これ影ですけど銭形が全身に出てますね。もうお尻の方から背中から首まで、ちょっと影のねところでね、写真の奥が日が当たってるので暗く見えるんですけども、ちょっと太いですけど銭形出てるので内臓はいいんじゃないですかね。ルベちゃんも先週乗ってちょっと太い重いって言ってたらしくて、では今日の調教でどうなったんですよね。
そして萩のアレグリアス C9 車ですね。いいな、もうこれもうこれはもう完成形の筋肉してますよね。うん、いいですね。これも前目から光当たってますけど、これごついな。首差しとかすごい雰囲気してます。あ、指怪我しちゃったんです。これ指差し、指差しじゃねえ、首差し、首差しいいですよね。なんか、走りそうだね、萩のアレグリアス。なんか中京は坂道の直線の坂の途中からスタートするので遅れるとあれなんですよね、巻き返すのが大変なんですよね、強くても。だからセラフィックコールあたり多分人気になると思うんですけど、連勝してるので出遅れたりしたらね、向こう上面で落ち着くから。でも最後の足にねかけるっていうのもありますけど、ちょっと難しいかなと思いますよね。はい、さあそして次の大間さん、ウィルソンテソーロのトゥルのジオグリフ、まずウィルソンテソーロからいきたいと思います。ちょっとね、それまで見てきた馬に比べたら細くは見えますが、まあともこのヨロで後ろ、ここも筋肉もしっかりしてますね。うん、これもね横前ぐらいから光当てたんですけど、でもこれもいいですよ。うっすらあばらが出てて、展開次第では面白いんじゃないですかね。うん、原くんって言ったらやっぱ穴開ける原くんですから、人気なかったら面白そうですよ。紐に入れてもいいんじゃないですか。うん、さあ続きまして、ノッテルノー、ノッテルノー、すんげえ、ともともすごい、ともすごい、うっすらあばら出てますよね。ね、前の筋肉、胸前の筋肉もいいですね。調子は良さそうですよ。前走強かったですよね。2着でしたけど、どうなんだろうな。そしてまだまだ終わっちゃいないでしょう、ジオグリフ。これも綺麗なね体してますよ。うん、一発あるかもしれないですよね。調子が上がってきたらしいので、体の張りもそうですけども、ビュイックさんが乗るのかな。ちょっと面白そうな存在ですよ。木村厩舎なのでイクイノックスのね、とこなので、ジャパンカップはイクイノックスで、まあ、ジェシーダートね、チャンピオンズカップはジオグリフっていうこともありますからね。サツキ賞を勝ってダートでも G1 取ったらまた面白いですよね。確かお父さんのドレフォンはダートの馬ですもんね。うん、いい筋肉しますよね。これ面白い存在じゃないですか。人気ない方がいいですよね、人気ない方が。うん、私は解体派なんですよね。あ、これで終わりか、これで終わりだ。この中でね、私ね今のところ買いたいのはね、クラウンプライド、これもう馬体ナンバーワンですね。はい、市場馬体診断で一番いいですね。うん、クラウンプライド、萩のアレグリアス買いたいなと今思ってます。これもいいですね。そしてジオグリフはちょっといろいろ記事読んでたら買いたくなってきましたね。うん、馬が間違いなく良くなってるらしいので、宝塚記念前走以上の雰囲気はありますので、ちょっと面白そうですね。はい、ということで、名古屋で今撮影しておりまして、今日はもうカレーうどん食べました。カレーうどん、名古屋といったらいろいろな美味しいものなんですけど、カレーうどん食べてきました。最後にその映像をご覧ください。それではおつろからさまでございました。金曜日に、予想動画上げられたら上げます。フライで競馬予想上げられなかったらサタデー競馬予想になると思います。そして土曜日は、土曜日は阪神競馬場行って栗山監督のトークショーを我々お手伝いしますので、ぜひ阪神競馬場の近くの方、お時間ある方は遊びに来てください。それでは大津の唐沢でございました。名古屋にいるから758っていう馬券買うのもありかもしれないですね。はい、それでは失礼します。